はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト3に続きやっていきたいと思います。今回ですけど、ガライの、町行ったんだよね。それで、この近くに勇者ね、ロトの洞窟か。ここで、ロトの印かな?それがあるみたいなので、それを取って、竜王に会いに行けばいいっていう話です。印集めろとかそういう話だと思いますけど、それで幽霊船あったところの近くの大灯台あったじゃないですか。多分あそこに1個あると思うんだけど。あと、ダーマ神殿も行くって言ったけどね、ちょっとやることいっぱいあってさ、だんだんずれてきたから、スコットとかも連れて行きたいんだよね。今回ここだね。ここ呪文使、こんなもんか。呪文使えなかったりとか。お!なんだ今の。あ、かけされたやっぱり。やっぱりちょっと薬草持ってきた方がいいな、ここは。スポットの方がいいな、じゃあ。じゃあちょっとね、交換してこよう。呪文使えなかったよね、今ね。で、これ書き消えるってことは、前の3人はしょうがないけどね。攻撃メインの方がいいもんね、だってね、そうしたらね。お金いっぱいあるからね。あ、違う、こっちはね。スコットを連れてきました。鉄の体験。装備変えて、装備品も買ったんだけどね。先手行けばいいんじゃないのと思って。だから、呪文使えないからさ、何払いとかできるじゃん。で、癒し草が売ってたから、買ってきました、いっぱい。アイリンがね、ちょっと今あんま役立たないんで。呪文が1階から使えないからね。ドラケ3だとヒドラとかサラマンダーとか言ってる。おっ、2にゴーストいたっけ、これ。1にしかいなくね、これ。3はいないね。これ誰だ?そんなに長くはないと思いますけど、今回のダンジョン。ぶっちゃけ薬草でもいいよね。いやー、なんか嫌な色。これって効かないよね、多分。あ、効くのか、これ。あ、いいね。
ッドの大防御いいよね。なんかもうピラミッド対抗できるような気するんだけど。私の名はロト。私の血を引き締むのよ。私は精霊ルビスより授かった、印を持ち。じゃあごめんなさい、喉がやばい。言うと。ああ、ごめんなさい。授かった印を持ち、魔の島に渡り、魔を倒した。再び世界に悪が現れた時、ルビスの助けを求めるがよ。私の印を持ち、世界に散らべる紋章を集めるのだ。さすれば、ルビスの加護を得られるだろう。行け、私の血を引き締むのよ。石板の最後には太陽のような印が描かれている。お前、印ってさ、これで、出れないか。で、リオンとこ行けって言ったよね。ああ、毒とかやだね。ドラケ2って感じするもんね。あいつ2と11ぐらいにしかいなくね。確か11にもいるんだ。あれ、また出てくると思うのよ。大ガラスとかさ、フロッカーとか出てきたもんね、11でね。魔法使いもドラケ3のグラフィックに戻ってたしね。レベル低かったんか。力自慢に変えました。スコット、おせっかいだったけどね。ドラキーってない。あのドラキー、あ、弱いドラキーか。なんかゴースト普通に強いんだけどね。ゴーストこの強さだったらさ、メトロゴーストとか出てきたらもっと強いよね。まあ当然だろうけど、普通にそんぐらい強いゴーストだよね、これ。違う。よく来たローラインよ。あ、まあそうだね。はい、やってくれるか。では5つの紋章を集めよう。さすれば精霊の守りが得られるという。そのためにはまず勇者ロトが精霊より授かったというロトの印を手に入れるんじゃ。ロトの印に紋章を集め、精霊を力を借りなければハーゴンは倒せまいぞ。あれ？あれ関係ないのか？太陽の、待て。もしかして、自分ちょっとなんかすげえやらかしてっかな。メルキドに行くか。だよな。メルキドに行けば、光あれとか言ってさ。なんか、あった。
ゴーレムっていいんだ。メルキドだよね。あ、いた。ここは城塞都市メルキド。ゴーレムに守られた安全な町ですよ。じっとしている。話しかけても無駄のようだ。あ、ミセリル売ってない？売ってないか。黒ずきん。魔法の盾。あ、いいね。威力の強いな。エラードフード、あんま上がんないね。あ、両手装備か。あ、でもいいや、これでいい。だから威力の杖装備すればだいぶ違うもんね。まあいいや、魔導士の杖とかあるから。私はこの町のゴーレムたちを作っている工場の管理人です。地下に昔闘技場だった場所があるんですが、何年前に閉鎖されましてね。今はそこでゴーレムを作っているんです。見学は自由なのでぜひご覧になってください。もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は壁で守られているのよ。メルキドシールド。今はゴーレムたちもいるし、この町は世界一安全な町だと思うわ。まあなんかガライに守られたような。おや、見学ですか。ここはこの町の守り神ゴーレムの工場ですよ。さあさあどうぞ奥へお進みください。この工場ではゴーレムの部品となるレンガからゴーレムの組み立てをしています。組み立ての工程をご覧になれますよ。おお、それにしてもこのゴーレムというものは大したものだな。いずれ我々のような戦士は必要なくなる日が来るのかもしれないな。あら、もしかしてゴーレムちゃんお金あれなのかしら。なんだ違うのね。まあいいわ、気が変わったらまた来てちょうだいね。今なんだったの。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万ゴールド。アホかって。わしの息子はこの工場で働いておるのじゃ。それにしても一体どうやって動いておるのかの。不思議じゃな。うわ、すごいや。ゴーレムがあんなにたくさん、こんなにいっぱいあったらもう魔物なんか怖くないや。ねえ、その喉意外がってえけどごめんなさいね。仲間って3人だけか。あの、スコットとホイミンと、ね、あ、だやけ、ローズ。今夜は何のおかずにしようかしらね。街の中は安全だけど、少し外を歩くと魔物がいるから、商品を集めに山まで行くのも命がけなんですよ。今の時期はキノコ狩りに行けば、テコをたくさん取れるんですが、遠出するのは危険だし、悩みどころですね。いらっしゃいませ。今日は魚が美味しいですよ。お土産をお探しならメルキド名物のゴーレム殺しはいかがですか。なんだゴーレム殺し。あー、やだなー、とや。ここだろうな、シェルシトラマナないよね。かつて勇者ロトは精霊ルビスより授かった印を持っていたという。それこそがまこその勇者の証。イースタイではロトの子孫がその身に携え海を渡ったということじゃ。噂ではローレシアの初代国王が持っておったと聞いておる。ちょっと待ってや。そういうことか。だからその宝物庫ってとこにこれで行くのか。だって王様に話さないとまずダメでしょ。あ、何も言わないんか。だから鍵取んなくちゃいけないってことか。先に。だからね、ドランは実は王子と離れるのがつろございますよ。しかし、待って待って。ってことはさ、ここの近くに宝物庫があるんだけど、そこ行くのに金の鍵必要ですよね。絶対に。ってことは、右下のところか。あそこに行けばいいんだ。ってことは、ルプガナから、ルプガナか、ガライの町からでもいいけど、ルプガナから左上に行けばいいのか。
その元 A に行けばダーマがあるから、とりあえずメルキド回ろうか。全然回ってないよ、まだね。印がないとだって集められないでしょ。あの太陽の紋章とかあそこにあるんじゃねえの？違うんかな。大根が安いよ。お留守番なの偉いでしょ。お掃除お掃除、ルンルンルルン。お、派手な服。革のドレス。派手な服。上がるし。革の腰巻きより派手な服呪われてないよね。あ、実は私の先祖がゴーレムを作ったんですよ。完成するまでとても苦労したとか。お、モヨモトはついに船を手に入れ、海原に飛び出した。船の財宝のことを知ると、ところ構わず海に潜る日々。モヨモトは船から飛び降り、海に潜っていった。しかし何も見つからなかった。続く。勇気100倍。悲しい物語。無天場。優しい人の方がいいかな。ね、優しい人、熱血感。でこ喉やばいな。ここなんかあるよね。ほら。ここは知ってたんだ。そなたが印を求めるなら、この南の神殿に住む長老たちの。だからそこでローレシアが持ってたってたでしょ。だからそこに行くには、まあ、今回いろいろ回ったけどな。ルクガナに行って、右がアレフガルトでしょ？ドムドーラとかもないってことだもんね。ドムドーラっぽいところはあったけどね。で、左上の島に多分金の鍵があるんですよ。多分ね、わかんないけど。多分。やめて。で、その金の鍵さえ取れれば、クエストの続きができるってことだもんね。なんで今更覚えてるし、トラマナ。さっきのとこトラマナ使えば、ダメージ力食らわなくて済みます。あ、もう覚えてから行けってことだね。なんだろう。上何あるの？なんだこれ。え？プルプルは人間だ。びっくりしたな。こんなとこに何しに来たの？ここは今の君たちには関係ないと思うよ。ない。あるよな。あれじゃん。レイアムランド。え？空飛べる？私たちは卵を守っています。世界中に散らばる6つのオーブの金の台座に捧げたとき、オーブもあんのこれ。ナーミアいんの？ちょっと待って。ドラクエ2、そういえば飛び道具じゃねえや。飛ぶものないもんね。あんのかこれ。飛んでじゃないといけないとかさ。そういう話だよね。いや、ちょっと強いな。あった。
ファン聞く。もう勘弁して。ここの上に多分あんだからさ。あ、猛毒の霧いいね。こんなんいっぱいの。なんで毒吐けんの。画面が強い。もうえらいえらい、スコットえらい。あとで頭撫でてあげるわ。本当にもうちょっとだ。あそこ行けば、このローレシアから行ける場所はもうね、オッケー。ここってあれなんか違うね。ザハン、あ、行ける。ブーダで漁師町ザハにようこそ。今男たちは漁に出ていて留守でございます。ここに金の鍵あるよね。あれ？実はこの町の男たちの船が魔物に襲われて海の藻くずに。私はそのことを知らせに来たんですが、狼は私にはとても言えない。マジか。漁師の町。僕は大きくなったお父さんみたいな立派な漁師になるんだい。あのね、海のどこかにサンゴに囲まれた洞窟があるんだって。その洞窟に入るには月のかけらがいるとおばあちゃんが言ってたわ。男たちが漁に出ている間、女たちも結構忙しいんだよ。また、可愛い、ま、子供の世話もあるしね。そうだけど。あれ、ここ。私はタシスの妻。夫はとても動物好きで、特に犬が大好きでして。でも3年前の冬の漁で夫は帰らぬ人と、もう二度と船の事故が起こらぬように皆の、無事をお祈りしていたところですわ。私の息子が飼っていた犬が道具屋の後ろに動こうとしないんじゃ。夜になるとひょっこり帰ってくるんじゃが、どうしたんじゃろうか。何か大事なものでも隠しておるんかもしれんな。骨でも埋めてあるんかの。そこだよね。そこに多分金の鍵があると思うんですけど。なんかありそう。月のかけらが夜空を照らすときに潮の流れが変わる。この町を古くから伝わる言い伝えですわ。まあそうなんですよね。ここは道具屋です。あ、道具屋の裏。ああああった、危ない水着。クエストもやりたいし、太陽の祠も、まあ、場所わかるから。うわー、あそこの犬が吠えて怖いよ。うわー、ワンワンワン。夜になることって夜にしなくちゃいけないでしょ。生き返し遊ばせ、神殿を荒らす者に災いが降りかかりましょう。なんだ、田舎者みたいな。の、ここは女ばかりの町だ。の、実にの。春になればルークが、私の恋人ルークが寮から帰ってくるんです。あ、ルーク。ああ、かわいそうに。なんかある。これ、あれだね。ドラケ3のなんだっけ、あそこ。オルテガのポカパマズさんのとこだよね。ってことはさ、夜にする。その鍵だけちょっと取りたい。はい、夜になりました。金の鍵がこの町にあるって噂だけど、どこにあるのかな。で、どこでそんなん聞いたんだろうね。くんくん。はい。ね。よっしゃ。これで、紋章を取りに行けるね。紋章を取りに行けるし、金の鍵巡りができますと。ね、
ということで、今回ここで終わりましょうか。ね。じゃあ、ローレシアンやってセーブして、今回終わりますんで、宝物庫的なとこ多分行けと思うんだよな。これでとりあえず、まあ、竜王の城も鍵んとこあったもんね。まあ、どっちみち行くもんね。全部ね。回ろう。鍵で開けれる場所はいっぱいありますからね。はい。ザハンの夜のね、ザハンで犬がいる場所、夜になったらいなくなってるんで、そこに鍵がありますね。もうちょっとだけどね。あ、スコット。敵強かったね、しかし。はい。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。